ファミコンソフト大全集ファミコンウォーズ、どうもたぶやんです。はい、今回はファミコンウォーズ続きをやっていきたいと思います。久しぶりにね、タイトル画面からですね、前回一面クリアしましたんでね、さあ続き再戦していきましょう。ノア火山島を前回ね、クリアできました。結構最短ぐらいじゃなかったですか ?18 日ね。はい。残りはね、月の輪島、玉城島、あ、双子島。お、これだけか。なんかね、この、双子島の下にも何かあるのが気になりますけどね。1、2、3。残り4つですね。月の輪島行きましょう。このファミコンソフトなんでね、ガチでバックアップのバッテリーがね、いつ切れるかちょっとビクビクしながらやってるんですけどねなるべく一日も早くクリアしたいと思います。さあ今回は海のマップですね。しかも、飛行機はないみたいかな。ないですね。ほうほうほう。さあ、どういう戦略でいくか。状況24の、町があるんだよね。もうね、私ここまで来たら結構ね、ベテランの域に入ってますからね、ファミコンウォーズ。24っていうことは半分取ったとしたら、14でしょ、あ、12でしょ。っていうことは収入が今14000なんで、1個町がね1000ですから、10に足して2万、2万6000か。そうですね、2万6000。うん、だから1000巻とか作れるぐらいの収入になるという予測のもとね。何の予測だ。あ、すっごいシンプルだなこれ。揚陸艦と戦艦だけ。すごい、ここに来てシンプルになりますね。じゃあガンガン戦艦作って、あとどこでその戦車とか役に立つかどうかですよね。沖縄島の三日月、ここまでは取るよね、青もね。ここ町多いな、めっちゃ多いね。で、その港っていうのがここしかないのか。おー、すごいシンプルだな。じゃあここの辺りのその小さい島を一気にここから上陸っていうことか。自走砲とか作ってもあれかな。とりあえず歩兵をこっち側2つぐらいでいいのかな。あんまり多く作るとね、後で余っちゃうんだよね、歩兵がでこっちも、とりあえず歩兵がいるね。この辺りで生産できたりしてね。できません。はい、それはもうあとは後で考えましょう。ちょっと待ってね。音楽変えようかな、気分転換に。これでいきましょう。じゃあね、全部歩兵作ろうかな。まずはね、揚陸艦っていうのが戦車とか載せれたよね、確か。おい、相手の出方を見て考えるか。あとは装甲輸送車、それはいらんでしょうそれはいらんと思うけどなあ。でも装甲輸送車と歩兵を乗せつつ、その揚陸艦で一気にっていう考えもあるけど、やっぱり揚陸艦がいるよね、まずは。ずは揚陸艦。これどうしよう、こっちに行こうか。3つとも。それちょっとバランス悪いかな。いや、こっちの方がいいような気がする。それで24000でしょ。揚陸艦に乗せるやつを作るか今度ね。え、どこに行けばいいんだな、揚陸艦。来る。バランスだよな。バランスもクソもねえや。全部歩兵や。さあ、次のターンに何を作るか。戦車を作るか、装甲輸送車を作るか。悩むんだけどね。まあ、揚陸艦と戦艦どっちを先に作るべきか。それも悩ましいね。悩ましいね。ダメだこりゃ。でもね、揚陸艦は戦車の護衛にもなるんだよな。本当はね、飛行機とか撃つのが得意なんだよね、揚陸艦。おお、揚陸艦作ったね。最初揚陸艦で上陸作戦かな。これまずこっちかな。でこの歩兵は次ここに行くと、この歩兵は次ここに。これ123届かない。こっちかな。4部隊ずつになるのか。 4つずつに分かれますか。いや、1個こっちにしようかな。戦艦撃っちゃう。戦艦でまず行ってもいいかな。装甲輸送車を作る。戦闘工兵と装甲輸送車にしようか。戦闘工兵作ってと。でここはね、戦艦で勝負に行こう。ちょっと荒技に出たか。京都出るか吉と出るか。いや、言い方変えよう。吉と出るか京都出るかですね。吉でしょこれは。なんかブルー軍の方が有利な町の配置のような気がするな。なんかすごい自分たちの領土の月の輪にいっぱい町あるもんね。ただね、その、港が1個南側にあるっていうのはブルームーン損だよね。2ついっぺんには作れないという。装甲輸送車、大量生産だね。ここは戦車作ってやりたいね、逆に。うわ。めちゃくちゃ作ってるやん、装甲輸送車。これは戦車作らないとね、相手に対抗して。歩兵余り気味だけど、こ占領してと。でこの人でこれ占領して、これは奥に行こう。歩兵よっ1個5対3か。それでね、ここにね装甲輸送車をね2個作って、でこれをこうやって乗せると。で戦艦はもう単独で単独行動で、次に揚陸艦を作ると、乗せるという感じですね。どこの島を狙うかがポイントだよね。まずあの端っこの小さい島2つかな、あそこ占領して、あその小さい島と言ってもね2つずつ町があるから、それで4つだからね大きいよね。めちゃくちゃ作っとるかな、生産揚陸艦を最初に作ったからね。乗せる、あ乗せないの、もうちょっとチンタ出しといてほしいな、一気に決めてやるからファミコンウォーズ、こうスピードが命。今までもういくつものマップをクリアしてきたこの戦略で、おっと2個目の揚陸艦でも南側に作ってくれたのは嬉しいね。進軍が遅れるからチャンスですよ、一気に決める。よし、あと2ターン後に一気に3つ占領だね。この歩兵たちもね後で役に立つから、うん、揚陸艦に乗ってね一気に上陸作戦しますから。よっと、さあこっちに作ろうかな。まずここを目指そうかな。うん、ということでこっちに作りましょう、揚陸艦で。揚陸艦は確か2つ乗せられると思うんですよね。これを乗せますとね、こんな感じで。で次はどうするかな、また戦艦作って揚陸艦かな。もういきなり揚陸艦かな。戦車が欲しいんだけどな。戦車が欲しいんだけど、戦車の代わりが戦闘工兵かな。戦闘工兵2つね。これで次装甲輸送車でって感じかな。さあ戦艦どうしよっか。この湾、この港からこの揚陸艦出さないようにしようかな。一気に勝負決めるもう勝負いってますね。これこの辺りでいいかな。あんまり前行きすぎるとねえやられちゃうもんね。この辺りで、おおドキドキするね。戦艦一機で戦艦大和みたいですねあ、戦艦ヤマトというより宇宙戦艦の方ね単独行動ですよ。飛行機とかいたら一気にもう爆撃されて終わりですけどね。このマップはね飛行機がないからね。ただ揚陸艦に攻撃されると結構やられる。お、やっぱ移動してこないね。なんか乗せるまでチンタラしてる間がチャンスですよ。どうかな。昨日もう日本代表の野球が負けたのがショックでね。さあ行きましょう。補給はまだいらんね。占領19300か。これから収入増えていくからね。ちょっと現時点の収入を確認しましょうか。21000対18000。まあ、若干のリードか。ほぼ互角だね今のとこ。さあこの辺り、ここでね、ここに揚陸艦を運べば歩兵もいけるからね。さて、でここで、装甲輸送車でこれに乗せますと、こんな感じで。ああ、本当はねここで作りたいんだけどお金がないとしょうがないよね。しょうがないしょうがない。だから次のもうワンセット作るか。それをどうだろうな。もう一個戦艦作った方がいいかな。ちょっと貯金かな。貯金、ただちょっとな勢いを止めたくないけどね。いや貯金ですね。ちょっとお金足りないな。次よ、もう戦艦もいこうかな。戦車も連れて行きたいけどね。装甲輸送車が鬼のようにいるからね。もうこう戦車 B がいいよな。次徐々に占領してきような。うわ一気に増えたな今回まあしょうがないけど、そこはまあ想定内だけどね。鬼のような装甲輸送車歩兵が行ったら一気に殺されますよ。地上部隊ばっかり作ることになるよね。港に2機がおるからね。それはそれでまた後で厄介なんだけどな。戦車 B まで作り始めたか。おうおう、自走砲か。もう守備重視だな望むところだよ。さて揚陸艦作ってこいつら乗せますと。ちょっと一旦遅れちゃったけどね。それで、ここ占領して、もう我が島はこれで終わりだね。さあ揚陸艦に乗るのに並んどこうこれね、届かないあと一歩届かない。揚陸艦に乗る準備しとこうかな。はい、前詰めでこんな感じだね。それでね、次はどうなんだろうな。今のさ、うわほぼ互角。どうしようこれこれ前に行ったらどうなるんだろうね。ここで待機してていいかな。自走砲実装法って射程12345ね。こっちも射程5だったよね。ここで待機しとこう。それで、今度戦車を作ろうかな。いや、それとも揚陸艦2つ作る？いやー、それはちょっと無駄だな。戦車 B を2つ。で、次、揚陸艦に乗せよう。だと思うんですけどね。うん。この自走砲は厄介ですね。戦艦にとって脅威ですよ。日本対韓国戦、ショックでしたね。みんな野球ファンはいろいろ。残念、応援してたんだけどな。決勝戦見たかったな。プレミア12ね。どうもなんか、まだ続くんだったらね、続いてほしいですね。プレミア12。4年後とかでしたっけ？やっぱり日本代表っていうのはいいですよね。サッカーも2015年はもう終わり、試合終わったみたいでね。現在もう秋から冬にかかりますから、お、みんな乗せていったな。実装法を乗せていきましたよ。助かったな。逆に助かったかも。あ、実装法 B 細かく刻んできたな。刻んできましたね。あ、戦車 B とか嫌ですね。これは上陸するのは至難の技だ。する前に周りをもう戦艦とかで固めないとねいけないね。さあ、この揚陸艦はね、こっちのね、右のこの島を目指しましょう。さあ、やっと到着したぞ。これ一気に2つ下ろせられないんだったっけ？1個ずつだね。ああ、時間かかるな。さあ、戦艦のテリトリーに入ってきましたね。簡単には占領させないぞ。見張り。そのためにここで待機してるんですからね。時間稼ぎという意味でも行くぞ。ほとんどやることねえ。ね、どっちからかな。こっちかな。どっちかというと左から行きましょうか。揚陸関東。さあ、戦闘用の車両が運びますよ。次のターンも一気に作りたいな、揚陸艦。そのためにはお金が足りないな。足りないな。どうしよう、貯金タイムかな。そのターンがもったいないもんね。なんとなく戦闘工兵1個だけ作っとこうかな。で、次のターンで装甲輸送車でっていうパターンにしようかな。装甲輸送車に乗せるとね、一気にね、歩兵と装甲輸送車を運べますからね。それがメリットですね。おっ、揚陸艦移動しないのは嬉しいね。戦艦にビビったのかな。ただその港を封じておくことでね、こっちにかなりのメリットがあるからね。あ、両方で歩兵来たから片方は占領されてしまうな。しょうがないね。右側の都市はもう占領されちゃうね。そこは致し方ないか。おうおうおう、アグレッシブに来るね。でもここに戦艦を置いたのは正解じゃないかな。あの揚陸艦をとどめるだけでね、我が軍のメリットは計り知れないよね。うん、ポイントだよ、ここはやっぱり。もう一個戦艦連れてくるか。お、高射砲乗せていった。あ、高射砲じゃない、自走砲か。自走砲2つ連れていく。おお、戦車。もうこの島をね、包囲することができれば、若干の優位性が保てると思うんだよね。さあ、ここでこれを下ろしてと。時間かかるな、これ。こんな感じで。こっちも同じことしますよ、と。これこっち先倒すかな、悩みますね。でもこっちだな。あ、5でしょ。5だとね、次のターンで取られちゃうんだよね。もう1匹倒してほしかった。贅沢。さあ、戦車が乗ってるから、これは攻撃用に突っ込みますと、そいで、戦艦は無理か。惜しいな。どうしようか。装甲輸送車と、あれ？あ、結局これ一緒か。これ乗れないもんね。で、今ここで作ってもしょうがないから、貯金か。あ、違うな。ここで戦車 B を作っておけばいいんだね。戦車 A も作れるけどな。どうする？戦車 A、自走砲、戦車 B という選択肢があるけどね。戦車 A はちょっとまだ贅沢か。贅沢って。戦車 B でいきますか。うん、ただもうそんなことを言ってる場合じゃない状態だよね。戦車、自走砲はちょっと使いづらいな。まだ占領してないからね、あそこ。相手の土地を。アグレッシブですね。普通だって。戦車 A 行きましたね。で、次揚陸艦を作ってという感じですね。あとはもう戦艦かな。結構作ったから、揚陸艦。おお、ついに前に来た。来たぞ。これはちょっと退却せざるを得ないか。あいつ自走砲乗ってるやつね。絶対に上陸させないぞ。うん、取られちゃった。戦艦作ったり、揚陸艦。揚陸艦の攻撃力がどの程度かね。結構このマップ好きだな。楽しいね。戦略がものを言う。戦車一歩引いた。戦艦1機では守りきれないよね、当然当然だよな。あの揚陸艦怖いな。おお、ついに作り始めた揚陸艦。がっぷり四つになってきましたね。ただ左右のこの島ね、この島はちょっとこっちの方が早かっただよね。おお、収入少ないじゃないか、こっちの方がね。さあどうなることでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。急戦セーブ。いやー、結構面白いマップですね。次回もお楽しみに。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。